千里の道も一歩からがいいと思います。おお、やっぱりな。俺もそれかなとは思ってたんだ。ええ、どんな遠い目標でも諦めなければたどり着けるものです。なるほどね。うん、これなら千歳も気に入りそうだ。え、千歳って烏丸先輩のことですよね。ああ、いや、気にしないでくれ。とにかく本当にいいのを選んでくれたよ。和也に頼んで正解だったな。緊急連絡、ブリッジよりマイヤーズ司令。何かあったのかい、ここ？船籍不明の船が接近中です。わかった、すぐに行くよ。どうやら問題が発生したみたいだ。不明船ですか？何なんでしょうね。さあね、とりあえずブリッジに行ってみよう。はい。ここ。カズヤ。ナノナノ。終わったのだ。そうだね。行くのだ、みんなが待ってるのだ。ママたち、ムーンエンジェル隊も来てるみたいなのだ。ムーンエンジェル隊が全員？伝説の天使が勢ぞろいなのだ。もう二度とないかもしれないね。よし、行こう。なのだ。みんな、お疲れなのだ。よ、終わったな。お疲れ様です。ああ、疲れた。それじゃあ、あとよろしく。終わったんですのね。うん、終わったよ。アブソリュートは完全に解放されました。もう、よかったですわ。そう、クーデターは収まったんだ。リコー！あ、リコ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、心配かけちゃったね。本当によかったですわ。リコたん、子供みたいなのだ。くそ、泣けるじゃねえか。やば、僕まで泣けてきた。ん？待てよ、アニスや僕が泣くほどってことは、あれ？いないな、どこ行ったんだろう。あの、リリーさんは？さっき、あっちの方へ走ってきましたわ。あっちって…やっぱり…おい、フォルテ教官。なんだいなんだい、湿っぽいね。そうそう、素直に喜びましょう。賛成ですわ。楽しく行きましょう皆さん。リコ、ほらね、もう泣かないで。ほら、ハンカチ。それにしてもカズヤ、よく頑張ったね。ありがとうございます。とても新人とは思えなかったわよ。なかなかいい式でしたわ。タクトさんにも引けを取りません。とんでもない。いくらなんでもそれは言い過ぎですよ。司令に引けを取らないなんて。いいえ、式の的確さはかなりのレベルです。立派なものでした。あなたはエデンへ抜けるとき、通信で一度お話ししましたね。はい、烏丸千歳大尉。覚えてくれていたのですね。もちろんです。少し自信を持った方がいいと思いますよ。十分な実力があるのですから。そんな。やはりミルフィー先輩が選んだだけのことはあります。え、そうかな。そうだ、ミルフィーさん、
はい。はじめまして、カズヤ白波翔衣です。あ、はじめまして、カズヤ君。ミルフィーさんは僕を専攻された方、一度お会いしたいとずっと思っていました。私もですよ。光栄です。時空の女神様に会えて嬉しいです。やだ、そのあだ名恥ずかしいです。あ、すいません、失礼しました。さあ、そろそろタクトのところへ行こうじゃないか。みんなで押しかけてやりましょうよ。全員でですか？いいですわね。ヘンジェルが11人もいますよ。カズヤさんを忘れています。なあ、カズヤってやっぱりエンジェルなのか？当然です。立派な隊長さんですわ。代理ですけどね。問題ないのだ。この人数では一度にエレベーターに乗れないな。とにかく出発出発。こんなに大勢のエンジェルに囲まれたら司令かなり嬉しいんじゃないかな。でしょうね。もちろん嬉しいとも。マイヤーズ司令。タクトさん。ちとせ。タクトさん。え？心配しました。とても。とても。ごめんよ。ちとせもやるようになったね。本当ですわ。人目もはばからず抱きつくなんて。千歳さんの気持ち、とってもよくわかります。リコちゃんと同じような境遇でしたものね。なんだ、こいつら夫婦なのか。そうなのだ、お熱いのだ。ふん。どうしたカズヤ。おいカズヤ、おい。あ、いや、なんでもないです。ええ、なんでもないですとも。まったく、聞いてないよ、そんなこと。あ？放っておくと、永遠に離れそうにありません。ほらほら、いつまでひっついてるんですか。ちとせ、離れろってさ。はい。もう、ちょっとくらいいいじゃないか。よかないわよ、まったく。は。とにかくみんなお疲れ様、一件落着だ。タクト、お腹すいたのだ。任せて。ランティに超デラックスな料理を用意させてる。材料にも糸目をつけるなって言っておいたから期待できると思うよ。お、気が利いてるじゃんか。すごい楽しみだね。でも急な話だから、ランティのやつ慌ててるだろうな。何人言のように言ってるの。え、ランティは食事の用意だけで手一杯さ。食事の用意だけでって、まさか。まさかも何も、デザートはカズヤが作るしかないだろう。今戦闘終わったばかりですよ。だからって、ねえみんな。皆さん、なんで笑って見てるだけなんですか。そりゃさっさと作れってことだろ。あのずいぶん前にアニスさんに言いましたけど、タクトさんのこういうノリに巻き込まれた場合はもう逆らえないんじゃないかと。嘘でしょ。こうして着任早々とんでもないことになったルクシオールの日々もようやく落ち着き、平穏を取り戻した。でも僕には一つ大きな変化が。いやー、いい天気だな。
本当に。まあここはいつもいい天気なんですが、気持ちいいですよね。疑似とはいえ太陽光を浴びるのは良いことです。あ、すみません、付き合わせてしまって。大丈夫です。少し時間に余裕ができましたから。それにナノナノとの約束です。そうですか。ママー、カーズヤー、なんだーい。早く来るのだ。そんなに急がなくても。お腹減ったのだ。わかったわかった、行きましょう。バリダさん、花より団子ですね。お待たせ。早くお弁当食べるのだ。まあまあそう焦らないで。おにぎりなのだ。ナンティに作ってもらったのかい。そうなのだ。でもナノナノも手伝ったのだ。すごいですね。いひーんなのだ。さあさ、どれでも好きなの食べるのだ。いやあ、これまたたくさん作ったな。ママもいっぱい食べるのだ。それではどれにしましょう。迷います。これが梅干し、これがツナ、これがエビ天、これが鮭、これはチーズなのだ。チーズ？チーズが食べたいのだ。はい、どうぞなのだ。ね、いや、ありがとう。どれどれ。かん、うわ、おいしい。本当なのだ。うん、なかなかいけるね。マヨネーズも少し入ってる。そうなのだ、よく気がついたのだ。ご飯とチーズとマヨネーズか。思いもよらない組み合わせだけど、いけるもんだな。では私もそれを。実はそれがナノナノ製なのだ。え、そうなの。カズヤが美味しいって言ってくれてすっごい嬉しいのだ。これこそ女の喜びなのだ。うん、次は何にしようかな。あ、ナノナノも食べなよ。もちろんなのだ。ではナノナノはツナから攻めるのだ。いただきます。おいしいのだ。どれどれ。お、この強めの胡椒がまた。ちょっと大人の味なのだ。こういうちょっとしたアクセントがランティはうまいんだよな。パンチが効いてるのだ。だよね。次は鮭なのだ。エビ天いけます。そうですか。それじゃあ僕も。おいしいのだ。お腹いっぱいなのだ。いや、まったく苦しいです。いやいや、まったく。いや、医務室からバニラさん。モルデン先生なのだ。はい。あ、ちょっと医務室までお願いできますか。わかりました、すぐに伺います。ではすみませんが。ブー。また後で散歩しましょう。わかったのだ。それでは。お疲れ様です。ママ、行っちゃったのだ。あ、そうだ。どうしたのだ。これ、持ってきてたんだ。でも、もうお腹いっぱいだよね。ほら。はあ、クッキーなのだ。作ってくれたのだ。うん、好きだったよね、クッキー。僕の歓迎会の時だったかな。正確には歓迎会の少し前のミーティングの時なのだ。え、そうだっけ。嬉しいのだ。早速食べるのだ。はいおい、お腹いっぱいでしょ。無理することないよ。大丈夫なのだ。こんなのその気になれば消化完了なのだ。便利だな。それじゃいただきますなのだ。はい。おい
そう？よかった。甘くするのって結構難しいんだよね。うまくできてよかった。こんなに甘くて美味しいクッキー食べたことないのだ。カズヤの愛を感じるのだ。そりゃまあね、愛はたっぷり入ってよ。気に入ってくれて嬉しいよ。これこそ男の喜びってやつ。カズヤ、ん？大好きなのだ。僕もだよ。もう、もう絶対に消えたりしないでね。あんな思いは二度と。ごめんだよ。勝手なのだ。え？カズヤこそ絶対に死んだりしたらダメなのだ。あんな思いは二度としたくないのだ。そっか、そうだよね。僕があんなことにならなきゃ。ナノナノはカズヤのためになら何だってするのだ。僕だってナノナノのためなら。これじゃ堂々巡りだ。気持ちは同じなのだ。それじゃあ約束、お互い命を大切にするって。分かったのだ。指切りなのだ。うん、それじゃあ、はい。うんちょ、指切りゲーマン、嘘ついたら針千本。どうしたの？嘘ついたらニードルフレシット伸ばすのだ。そいつはたまらんです。それこそ死んじゃうよ、もう。カズヤ、なんだい？医務室よりプディング少尉。いくらママでも許せないのだ。ナノナノなのだ。いくつかの精密検査データが取れていません。至急医務室へ出頭してください。